ビッグモーターが新たに、80以上の工場を事業停止したって。国土交通省が2023年12月以降、対応していたようだな。不正が確認された工場は8割を超えて、車検上の指定取り消しは37工場に上った。国土交通省がちゃんと行政処分をしてくれているのね。さらに、前社長にも動きがあったようだぜ。気になるわ。それじゃあ今回は、ビッグモーターが全工場の8割超えで不正、追加処分が続出し、ついに書類送検された件、について迫る。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それではまず簡単に、ビッグモーターとはどんな会社なのか説明しよう。株式会社ビッグモーターは、東京と多摩市に本社を置く、中古車販売、買取会社だ。あの大量に車が置かれている、大きな会社ね。元代表取締役社長の金重博之氏が、出身地の山口県岩国市で創業し、2005年から2016年にかけて、関西で花店中古車センターを運営する、株式会社花店を買収し吸収したんだ。その後全国展開を加速し、店舗を急激に増やしている。本当に全国どこにでもあるイメージだわ。そして2022年、中古車業界の中で、ビッグモーターの売上高ベースのシェアは、約 15% でトップとなった。すごいじゃないの。また、販売から買い取り、車検、修理、板金塗装など、自動車に関するサービスすべてに対応する、ワンストップショッピング型の店舗を全国で展開し、2023年5月には従業員数6000名、全国300店舗以上を抱えていることが分かった。300店舗もあるなんて、本当に大手企業ね。そして1店舗がものすごく大きいイメージだわ。ビッグモーターはあの大型店舗を、郊外に設置しているケースが多いんだ。また、急成長を遂げたのが2013年以降だと言われていて、広告活動や、他社を圧倒する大量の車の在庫数も強みなんだ。そうしたことから、大手企業に上り詰めたのね。ビッグモーターの会社説明はこんな感じだ。説明を聞いていたら、かなり大手のイメージだけど、今ビッグモーターでは、大変なことが起きているよね。ネットやニュースで不祥事が報道されたな。ビッグモーターの問題って確か色々あったよね。主にどんな不祥事があったかしら？それでは忘れてしまった人のために、ビッグモーターの主な不祥事について説明しよう。お願いするわ。ビッグモーターの不祥事の始まりは、2016年の産経新聞の取材により、営業目標を達成できなかった販売店の店長が、達成している販売店の店長に対して、個人負担で現金を支払う慣行があることが、発覚したからだ。そんな前から問題が起こっていたのね。そして2022年6月、一旦支払った買取代金を、書類の不備を口実に返金させる手口で、客22人から約2400万円を騙し取った、ビッグモーター多摩店の元従業員が逮捕された。やばいじゃないの。そして次に、街路地等に対する器物損壊の問題だ。2022年8月、群馬県太田市にある店舗前の街路樹が枯れていると、太田土木事務所に情報が寄せられた。確かそんな問題があったわね。原因を特定するために、土壌の成分分析をしたところ、除草剤の成分が検出されたんだ。そのことから、2022年11月に被害届を提出している。除草剤を撒くなんて悪質だわ。群馬県太田警察署と太田土木事務所は、この場所で除草剤散布が原因の、街路樹大量枯死が発生したとして、情報提供を求める看板を設置した。まさか除草剤が撒かれているなんて思わないわよ。一連の報道を受け、ビッグモーターは除草剤を散布し枯死させたことを認めた。その後の報道を受け調査が行われた結果、全国各地、多数の店舗前にて、街路樹の枯死と、除草剤の検出が確認されたんだ。まさかの全国の店舗で行われていたのね。詳しく調べたらもっと出てきそうだけど。また、街路樹の不自然な枯死が指摘されている店舗のうち、埼玉県所沢店前において店員が、ノコギリで街路樹を伐採していることが目撃された。何のためにそんなことをしたの？目撃した住民からは、本部視察を前にした清掃と説明された、という証言がなされている。周辺住民も、怪しいと思ってたのね。ビッグモーター側は記者会見の際、マスコミから店舗前の街路樹が枯れる問題について問われると、環境整備のためという理由で、除草剤を撒いてしまったと事実を認めた。むしろ環境に悪影響じゃない。ドリルで幹に穴を開けて直接注入したり、ネオバーナーで焼いたりしたと言われている。本当に悪質なやり方ね。
そして一番の問題となっているのが、修理費水増しによる保険金不正請求だ。2022年8月、ビッグモーターによる保険金不正請求と、その不正事実を知りながらも、一部損害保険会社が取引を行っていると報道された。この問題はいつ聞いてもやばいわね。詳しい内容が知りたいわ。内容は、顧客の車の修理を行う際に、靴下にゴルフボールを入れて車体を叩いて、修理範囲を拡大したり、ドライバーやヤスリで傷をつけたりするなどして、車の修理費用を水増しし、損害保険会社に不正に保険金を請求していたんだ。お客さんの車を傷つけるなんて、失礼極まりないわね。そして2021年秋頃、損害保険会社の業界団体へ内部告発が行われる。これを受けて2022年初旬に、損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険の3社が、サンプル調査を実施した。それでどうなったの？その結果、水増し請求が疑われる事案が見つかったため、ビッグモーター側に自主的な調査を求めたところ、ビッグモーターは水増し請求の事実は確認したが、作業員のミスによるもので意図的なものでない、と損保側へ報告したそうだ。たとえ意図的でなくても、ミスで車を傷つけたならそれはそれでやばいわよ。損保ジャパンは組織的関与はないものとしたが、東京海上と三井住友海上は、再調査を求めていたという。そして2021年7月、社長の兼重博之氏が、損保ジャパンに訪問。数日後にビッグモーターの社内では、東京海上と三井住友海上の自賠責の取り扱いを、停止するよう指示があったとされる。ふむふむ。だが同月下旬、事故車の修理紹介を停止していた保険会社3社のうち、なぜか損保ジャパンだけが修理紹介を再開した。損保ジャパンだけ何か違うわね。そして2023年4月20日には、タイヤをパンクさせるための指導を、撮影した動画が流出し報道される。ついに動画まで出たのね。2023年7月5日、ビッグモーターは特別調査委員会から調査報告を受領したと発表した。そして同報告書が公開されると、7月18日までに次のことが報道されている。一体どんな内容なの？不正請求の被害を受けた1社の、東京海上関係者によると、内部告発を受けたサンプル調査により、300件を超える不正が発覚。故意に車を傷つける悪質な事例も含まれていたことが判明したため、第三者による調査を求めた。故意に傷つけたものではないと言っていたよね。そして水増し請求を実施していたのは、ビッグモーターが保有する全国33工場のすべてで、工場長の指示により、不正行為が組織的に実施されたことが判明している。保有するすべてですって、もう完全に黒ね。不正行為の内容としては、破損していない箇所を破損させる行為として、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を引っかくなどのほか、破損していない箇所を修理する行為として、不必要な部品交換を実施したり、損傷のないパネルへ板金を行った事例などがある。どんどん不正が出てくるわね。その他にも、修理の詐称行為として、塗装品質を実際より高く偽ったり、損傷があるように見せかける写真を、提出する事例などが確認された。もはや車を修理するより、傷つける技術の方が上手くなっているんじゃない？この不正請求は5年以上にわたり行われ、2015年8月から2018年2月に在籍した板金や、塗装部門の元本部長の指示により、開始されたとみられる。元本部長の罪は重いわね。また損傷状態により、費用が大きく上下するはずの事故修理に対し、1台あたり14万円の収益ノルマが課せられ、組織的な圧力がかけられた結果、不正が横行することとなった。こういった不正行為が公になってよかったわ。しかしビッグモーターは、報告書の受領を公表したものの、具体的な内容は公表しておらず、またビッグモーター側で一部内容を改変、抜粋した報告書を損保側へ提出したとされる。なんなのそれ。そして、兼重博之社長は、保険金の不正請求問題で、7月25日に初めて記者会見を開いたんだ。ちょっと遅すぎる気がするけど、兼重社長は謝罪した上で、一連の問題の責任を取って26日付で、社長を辞任することを明らかにした。また、息子の兼重宏一副社長の辞任も発表した。ついに辞任したのね。後任の社長は誰なの？後任の社長は、泉真嗣専務取締役が就任した。主な不祥事はこんな感じだ。不正問題について、よくわかったわ。そして今回新たに、保険金の不正問題が発覚したんだ。
また何かあったの？保険金不正請求問題で、自動車修理や車検業務で法令違反が確認されたとして、国土交通省が2023年12月以降、新たに80以上の工場に事業停止などの、行政処分を課していたことが2024年3月6日、国土交通省への取材で分かった。80以上の工場から不正が見つかったの、またまたやばいわね。不正が確認された工場は8割を超え、法令遵守意識の欠如が改めてはっきり分かった。また最も重い行政処分で、民間車検場の指定取り消しとなった工場は、25工場ある。確か民間車検場は、車検を行えなくなるのよね。また、すでに車検を受けた車両も、再検査を受ける必要があると聞いたわ。国交省の検査で確認された不正は、1、検査項目の一部を実施せず車検証交付。2、整備記録簿の虚偽記載や記載漏れ。3、点検や整備料金の過剰請求。4、無資格者による車検の実施。5、整備記録簿を保存しない、といった内容だ。まだこんなに不正が出てくるなんて、ある意味すごいわよ。国交省は2023年7月以降、各地の工場に立ち入り検査を実施しており、同年10月に、ビッグモーターの34工場に事業停止などの行政処分を課し、12工場で民間車検場の指定を取り消していた。なるほどね。その後同省の、ネガティブ情報等検索サイトで公表されている、自動車整備事業者の、処分情報を日本経済新聞が確認したところ、2023年12月から2024年2月に、各地の運輸局が、ビッグモーターの83工場に行政処分を実施したと分かったんだ。処分の内容はどんなものなの？処分の内容は、民間車検場の指定取り消しや車検業務の一時停止、整備、修理業務の事業停止、車検を担当する自動車検査員の解任があり、複数の処分を受けた工場も目立った。あらら、まあ自業自得だわ。また、一連の問題で行政処分を課された工場は、延べ117工場に拡大し、車検場の指定取り消しは37工場に上った。地域も愛知、新潟、茨城、大分など広範囲に及び、車検場の指定が取り消されると、2年間は再取得できないんだ。そうなの。国交省関係者によると、処分まで至らなくても、文書警告などの行政指導にとどまった工場も複数あり、法令違反が確認された工場は120を超えるとみられる。多すぎて逆にすごいわ。そして、ほぼすべての工場で不正行為が確認され、コンプライアンス意識の希薄さが裏付けられた。国交省は3月中にも、全工場の最終的な検査結果を取りまとめる方針だそうだ。意識が低すぎるわよ。もう信用もなくなるわね。また、ビッグモーターの不祥事問題で、各店舗の前に除草剤が撒かれていた事件にも、動きがあったようだ。どんな動きなの？ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れていた問題で、東京都内の各店舗で、除草剤を撒くなど器物損壊容疑があるとして、警視庁は今年の3月4日、前副社長や当時の店長ら13人を書類送検したそうだ。社長の息子だけじゃなくて、店長まで書類送検されたんだ。社長の息子である前副社長は、直接的な指示はしていなかったものの、店舗清掃状況を確認する環境整備点検の強化、人事評価を通じて、街路樹伐採に影響を与えた可能性があると判断され、検察に起訴の判断を委ねる、相当処分の意見をつけられた。前副社長以外の店長は、どこの店舗なの？書類送検された店長たちは、多摩店の当時の店長やその従業員ら5人と、環八世田谷店、練馬店、立川店の、当時の店長や従業員7人だぜ。他の店舗の店長や従業員も、明日は我が身でしょうね。ビッグモーターの不祥事問題が多すぎるけど、この先大丈夫なの？不祥事が目立つビッグモーターだが、実は経営再建に向けて、大手商社の伊藤忠商事などが、ビッグモーター側と今年の3月6日契約を結び、事業を引き継ぐことが決まったんだ。そうなの。いつの間にか話が進んでいたのね。さらに、兼重博之前社長などの創業家は、新会社の経営に関与しないと決定しているぜ。まあそうよね。余計な口出しは不要だわ。そして事業を引き継ぐ会社は伊藤忠商事の他に、子会社でエネルギー商社の伊藤忠エネクス、それに投資ファンドの J ウィルパートナーズの3社だ。この3社が事業を引き継ぎ、ビッグモーター側と契約を締結したぜ。事業を引き継いでくれる会社があってよかったわね。事業の引き継ぎにあたっては、
会社を分割する形で来月後半をめどに、3社が新会社を設立し、中古車の販売や自動車の整備など、主要事業を引き継ぐとのこと。事業を引き継ぐ決め手となったのは、一体何なのかしら？伊藤忠商事などは、これまでビッグモーターの、資産や事業の価値などの調査を進めてきたんだ。6日の発表で伊藤忠商事は、事業の再建が可能であり、取り組みの意義があると判断した、と述べている。なるほどね。そういえば、伊藤忠商事とビッグモーターって何かつながりがあったの？伊藤忠商事とビッグモーターには、これまで取引関係はないんだ。しかし以前から、グループ内で自動車に関わる事業を幅広く手掛けていたんだぜ。そうだったんだ。そのため伊藤忠商事は、中古車販売や、自動車関連用品の販売、それに自動車の整備や、車検に関する事業を引き継ぐことで、相乗効果によって事業の強化を進める方針だ。なるほどね、伊藤忠商事にも、メリットのある話なのがわかったわ。他にも伊藤忠商事は、グループ内の保険代理店の保険の窓口グループや、ファミリーマートなどについても今後、協業などを検討していくとのこと。不正請求問題をきっかけに、経営難に陥った中、まさかの援軍が現れたわね。不正請求や一連の問題で、ビッグモーターへの信頼が失われていたが、伊藤忠商事などが事業を引き継いでくれるのは、とてもありがたいことだ。そして信頼の回復や経営の立て直しを、どこまで実現できるかが今後の焦点となるな。みんなはビッグモーターについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。